カラリパヤットは、インド南部のケララ地方発祥の古くから伝わる、武術である。サンスクリット語の軽い理科がなまったカラリ、ドラビダ語のパヤットは、共に、武術を意味する言葉である。また、カラリには、道場、寺院の前提といった場所を示す意味もある。カラリパヤットは、ケララのドミナントカーストであるナイルの武術とされるが、実際には、バラモンや多宗教の人々にも伝承されている。 ライオンや蛇などの姿勢があり、約19種の蹴り技など素手での打撃技や、逆関節を取ったり、投げたりする技法がある。また剣、盾、棒、鎖奮動など18種のアンガムアイタニーと呼ばれる武器を使用する武器術もある。特徴的な武器として、無知のように死なる長剣、潤みがある。カラリパヤットの指導者は、マルマン医療、ウリチルというオイルマッサージを中心とした。 伝統医療の継承者でもある、カラリパヤットと、カタアカリ、役者ガーナ、パダヤニなどケララの舞踊劇は、基本となる構えや文化背景などに影響が見られる。カタアカリの最初の役者は、カラリパヤットの習得者であり、その練習場は今日でもカラリと呼ばれている。日本では、アリナミンのテレビコマーシャルで、蹴り技が披露され、広く知られるようになった。動くヨーガとも言われる。 ライオンのポーズインドにはもともとドラビダ人が住んでいた。そこにアーリア人が来て住み着き文化を築いた。南に残ったケララ一帯ではドラビダ人によるサンガム文化が発達した。サンガム文化では勝負の気風を尊んだためドラビダ武術が発達していった。その後西からい民族が攻めてきたので一部のアーリア人が南化した。そこでアーリア人が身につけていた武術と ドラビダ武術が合わさって、カラリパヤットの姿ができたと言われている。伝説によれば、禅宗の僧、ダルマ大師がインドの格闘技を中国に伝道した。その際に、禅の修行に僧たちが耐えられるように、心身を鍛える術を記した、荒い隋教、エキス事業を与えた。それが、現在の少林圏、になったと言われている。16世紀には、 最盛期を迎えたが、西洋から銃が入ってくると行う人が少なくなったことに加え、セポイの乱以降イギリスが、カラリパヤッを治める者は処刑するという法を作って、厳しく禁止したこともあり、貴重な流派が出現するなど一時は衰退した。20世紀になって、独立の機運が高まってくると、CV ならやナンナイルによる、カラリパヤッ復興運動が起きた。彼は、 CVN スタイルと呼ばれる近代、カラリパヤットを整備し、多くの弟子を育成した。CVN スタイルについては、従来の技術を簡単にしてしまったなどの批判もあるが、CV ならやなんないいるは、カラリパヤットの日本で言う可能自語郎のような存在である中高の祖という扱いになっている。中国武術のように地域によって傾向があり、それぞれ伝説や稽古の方法、体系が異なる。 ありがとうございます。